はい、今回は10年前の阪神と比べて強くなっているのかという検証動画でございます。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば登録よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、10年前の阪神と比べて強くなっているのかということで、2024年の阪神がですね、10年前に比べてどれぐらい強くなっているのかという検証動画でございます。はい、10年前のレギュラーメンバーの成績をですね、横並びで比較してみましたので、結構忘れてることもあるなというのがこの動画作っていく上でもですね、感じたところで、結構面白い内容になっていますので、最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、野手陣、捕手、内野手、このあたりの、10年前のレギュラー選手と、今年のレギュラー選手、どういう成績でどういうメンバーだったのかというのを振り返っていきましょう。皆さんもちょっと一度頭をですね、10年前にタイムスリップしたような感じで、10年前どうだったかなというふうに思い出しながら見ていただけると嬉しいです。意外な選手なんかもいたりします。はい、それがこちらです。はい、10年前、2014年ですね、2014年と2024年の、捕手、内野手、レギュラー事情、こういう感じになっておりました。はい、キャッチャーはですね、梅野選手が、10年前もですね、レギュラーで出ていまして、今年もですね、レギュラーで出続けているということで、すごいですよねというような感じですね。成績等々はですね、改めて、ちょっと後で見ていきましょう。で、ファーストは、ゴメス選手が守っていまして、今年は当然大山選手ですね。で、新井選手がですね、少し守っていたんですけれども、この年で新井選手、阪神タイガース最終年になってしまうという感じですね。で、セカンドは上本選手でした。で、上本選手もですね、この年と、あともう2年後ぐらいにですね、結構試合数稼いでいて、キャリアハイに近いような数字だったかなというような感じですね。で、サードは、今成選手だったんですね。この年。今成選手がですね、サードでレギュラーがつるつかんだっていうのはこの2014年だけだったんですけれども、こういった形で今成選手、レギュラーで出場しておりました。で、ショートは、皆さんご存知の通り鳥谷選手と。で、鳥谷選手、この時ちなみに32歳だったんですよね。で、目立った数字で言うとですね、35歳の年、これから3年後なんですけれども、打率2割9分3厘ということで、この辺は、さすが鳥谷選手だなと、晩年いろいろ言われることはありましたけれども、35歳で2割9分3厘、すごい数字、残していますね。はい。宗山選手が鳥谷選手のですね、2世というふうな言われ方しますけれども、こういう鉄人ぶりを、鉄人的なですね、選手になるかどうかっていうのはですね、プロは当然入ってみるとわかりませんけれども、かなり高いハードルだなというふうにも思います。はい。各々ですね、成績見比べていきたいんですけれども、で、梅野選手はですね、今と比べてもですね、そんなに本塁打数以外は変わらないんですけれど、梅野選手、この年がですね、デビュー年となりまして、ここからどんどん成長していくっていう、要は発展途上の段階だったのかなというような感じです。その梅野選手が、これから10年後、ずっとレギュラー張ってるっていうのもですね、この当時なかなか想像できなかったことなんじゃないかなというふうにも思いました。で、ピッチャーじゃなくて一塁ですね。ごめんなさい。一塁はですね、ゴメス選手が守っていました。で、打率は2割8分5厘で25本塁打、打点は105と。で、UZR はマイナスの 15.5 ということで、ひどい数字にはなっていますけれども、この年、この当時はですね、やっぱり打つ方が、割と有利というか、今はね、すごく打点ですけれど、打高の時代でしたので、こういった数字でもですね、ちょっと物足りないんじゃないかというふうに言われてみましたけれども、今見るとですね、やっぱりすごい数字だなというような感じですし、上本選手なんかもそうですよね、2割7分6厘で7本塁打38打点と、ただ守備の方はマイナスの 5.9 という数字になっております。で、上本選手もですね、打つ方、目立っていたと思いますけれども、その当時2割7分6厘っていうとですね、それこそそこそこかなというような感じでしたけど、本当に今の時代で考えればですね、めちゃくちゃ打っているってなるんですけれども、また投手の方でもね、後々、比較してみたいんですけれども、投手が、やっぱり個人的には、レベルが上がってきているから、必然的に打つ方っていうのがですね、少し成績が下がってきているんじゃないかなというふうにも思います。やっぱり、野手、
バッティングっていうのは、受け身ですよね。まあ、攻撃ってよく野手は言いますけれど、ピッチャーがボールを投げてくれないと、打てないというところもあって、まあ、かなり受け身な、スポーツというかですね、競技になっているかなというところで、まあ、投手がどんどん能力を高めていけば、まあ、それに合わせて当然野手もですね、能力を高めていかないとダメなんですけれども、やっぱり、ね、球の速さであったりとか、変化量っていうのは、まあ、動体視力であったりとか、まあ、筋肉をこう単純につければ打てるようになるっていうことではないので、なかなかそこの限界というのがですね、まあ、結構来てるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、そういった中でですね、まあ、投手が成績を上げていて、野手が成績を下げてきている、まあ、そういう背景もあるんじゃないかなというふうにも思いました。で、はい、鳥谷選手はですね、32歳の頃に、打率3割1分3厘で8本塁打、打点73。守備がですね、結構意外で、マイナス11.2なんですよね。まあ、この頃からちょっと守備の方は、衰え始めているかな、というような感じは、見て取れるのかな、というふうにも思いました。はい、まあ、野手の方はですね、内野手か捕手、まあ、ざっとこんな感じでして、まあ、今の選手、まあ、梅野選手、大山選手、中野選手、佐藤輝明選手、木浪選手なんかと比べてもですね、まあ、総じて上に来ているっていうところが、特徴的なところだと思います。まあ、いかに、打高だったかっていうのがですね、よくわかる、資料になっているんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、本当にたった10年って言えば10年なんですけれども、この中で本当に投手の能力が上がってきたなっていうのが、正直なところだと思います。まあ、ボールの飛ぶボール、飛ばないボールっていうのもあるのかもしれませんけれども、まあ、率っていうところで言うと、そんなにこう大きく影響を与えるものではないかなというふうにも思うので、やっぱり投手の成績向上というところが主な要因になっているのかなというふうに思いました。はい、続いてですね、外野手の方も順番に見ていきましょう。はい、10年前の外野手はこんな感じでした。レフトはマートン選手で、センターは大和選手で、ライトは福留選手ということで、まあ、マートン選手懐かしいですねというような感じで、まあ、あとは福留選手ですね。福留選手も、いたんだ、そういえばいたよなというような話と、まあ、この年センターにですね、大和選手はついて、まあ、ショートから外野手に転向したっていうような時代ですね。はい。で、まあ、この中で見ていくとですね、やっぱり大和選手の UZR が異常値ですね、プラスの23.4という数字になっておりまして、まあ、なかなかちょっとこう、並の選手では、やっぱり達成できないような数字になっていまして、まあ、ショートから外野に転向してすぐだったと思うんですけれども、まあ、さすがの大和選手ですね。まあ、率も2割7分5厘残してるんですよね。まあ、結構意外でしたよね。結構打ってないっていうようなイメージもあるんですけれども、まあ、この当時で言うと、ホームランこそ出てはいませんけれども、2割7分5厘残していて、この守備、まあ、センターで十分務まるような成績だなというふうにも思います。で、マート選手の3割3分9厘14本塁打、84打点というのはちょっと異常値ですね。まあ、この、まあ、マート選手もね、まあ、皆さんご存知ですけれど、まあ、打つ方では本当にすごい選手でした。で、ライトの福留選手はですね、2割5分4厘で8本塁打32打点と、まあ、やや衰え感じるようなところではあるんですけれども、この年福留選手は36歳なんですよね。で、まあ、最終的に44歳まで現役を続けたということで、福留選手もレジェンドであるという、まあ、このちょっとこう落ちてくる最中の時代ではありますけれども、36歳でこの数字っていうのは、まあ、かなり、いい数字ですし、UZR ですね、まあ、守備も結構福留選手ってうまくて、まあね、こうしっかりと、そう、こういう UZR なんかもしっかりと稼げるっていうところが、福留選手の特徴でもあるっていうのが、こういうところからも見て取れます。福留選手をこの当時ね、こう見ているときに、UZR いくつだとか、気にしたことはなかったですけれど、まあ、これぐらい、数字で出せるんだっていうのが、まあ、調べていて、結構驚きの点でした。はい。で、今の、外野手ですね、レフト、センター、ライトは、前川選手、あとは近本選手、森下選手が、守備についているというような感じで、まあ、右にちょっとこうザクッと乗せているという状況でございます。はい、まあ、外野手の方はですね、こういった形になっていました。最後にですね、投手の方も順番に見ておきましょう。はい、投手の方はこんな感じになっていまして、先発投手はですね、メッセンジャー、能見、藤浪、岩田、岩崎投手が投げていた時代ですね。
はい、それぞれに防御率も載せているんですけれども、防御率がですね、メッセンジャー投手が 3.20、 野見投手が 3.9099、 藤浪投手が 3.53、 岩田投手が 2.54、 岩崎投手が 3.50 という数字でした。まあ、今も現役なのは藤浪投手と岩崎投手で、まあ、藤浪投手は当時19歳、岩崎投手は22歳という感じです。で、まあ、藤浪投手はですね、まあ、この時、まあ、ものすごくインパクトを残した投球だったと思うんですけれども、まあ、あれから、まあ、こういった形で、苦しむことになるっていうのはですね、正直なかなかこう想像できなかったかなというふうにも思います。藤浪投手も本当にもったいない、存在だなというふうにも思うんですけれども、まあ、19歳の頃から先発ローテを守っているっていうのは、まあ、なかなか、まあね、今のプロ野球でいうといない存在だったので、まあ、本当にもったいないですよね。で、その当時の成績振り返ってみますと、まあ、ストレートの平均球速は149キロ、まあ、圧倒的ですよね。で、ツーシームも144、フォークも135ということで、まあ、球速もですね、まあ、どんどん上がっていくような形にはなっていたんですけれども、まあ、それに合わせてですね、やっぱりフォアボール率ですよね、まあ、コントロールがなかなか定まらなくなってしまってというような感じで、まあ、厳しいですよね。まあ、ただですね、まあ、18歳の頃から藤浪投手投げているんですけれども、その時は137イニングを投げてフォアボール率って 7.8% だったんですよね。で、まあ、2022年、まあ、一番苦しんだ時でも、76イニングで3分の1を投げてフォアボール率 11.7% ということで、そんなに俯瞰で見た時にですね、フォアボールということで、出しまくっているっていうわけではなかったんですけれども、まあ、やっぱり藤浪投手はデッドボールですね、まあ、そこがちょっとこう危ないような形に最終的にはなってきてしまったので、うんという感じだと思います。まあ、本当にこの頃輝いていた藤浪投手がですね、まあ、本当に2015年なんかは199イニング投げているんですよね。まあ、そういった藤浪投手もいたので、まあ、今の現状本当にこう見ていて辛いというかですね、なかなかしんどいものがあるなというふうにも思います。で、救援投手はですね、結構忘れてる投手もいるんですけれども、オスンファン投手、福原投手、安藤投手、金田投手、加藤投手、筒井投手、高宮投手、野木田投手なんかが、主戦場で投げていたという形です。まあ、この当時は打高の時代だったので、まあ、救援投手なんかも防御率見ていると結構軒並み高いなというようなイメージですよね。今とちょっとこう比較しても、まあ、1点ぐらい全然的に高くなっているなというような感じですけれども、まあ、その中でやっぱりオスンファン投手すごかったですね。まあ、65イニング投げて、防御率 1.76、 奪三振率は 31.4% でしたということで、まあ、本当に一直球と言われたですね、ストレートを武器にオスンファン投手抑えまくっていたっていうのがよくわかりますし、65試合投げてたんですよね。まあ、そこがまたすごいなというふうに思います。で、今もですね、まあ、桐敷投手とか 岩崎投手、石井投手なんかがですね、結構投げてるよねというようなことで、まあ、横にずらっと並べてるんですけれども、まあ、その当時2014年もですね、オスンファン投手は実は65試合投げていて、福原投手は60試合、安藤投手が53試合投げているということで、まあ、この福原安藤投手ですね、まあ、両ベテランが中継ぎに回って輝いていた時代だったんだというのを思い出しました。まあ、そういう意味で言うと、まあ、どれぐらいが中継ぎの適正投球、試合数なのかと言われるのは難しいですけれども、まあ、こうやってですね、長きにわたって、投げられるような選手もいるけれども、やっぱり壊れてしまう選手もいてっていうことで、まあ、このあたりは見極めがすごく難しいですけど、まあ、桐敷投手が、まあ、こういった形で65試合ですね、今日まで投げているっていうことを考えるとちょっと心配だなというふうに思いますけれども、過去を振り返ってみると、こういった形で結構投げている投手はたくさんいるんだなというのも思うところではありました。で、まあ、この福原投手、安藤投手も、中継ぎに回っている時代って結構もう晩年になるので、30超えてるはずなんですけれども、そういった形で投げることもできたというのも事実ですよね。
あとは結構忘れてる選手の中で加藤選手なんか僕あれいたっけなというふうにも思ったんですけれども、トライアウトから生きてる選手であったりとか、高宮選手ですね、高宮選手は平野選手の人的保障で入ってきた投手だったりもするということで、こういう選手が2014年はですね中継ぎで彩っていたという感じになります。はい、横に、それぞれ2014年と2024年、並べてみましたけれども、やっぱりメンバー的には様変わりしていますし、その当時がいかに、打つ方がですね有利で投手がちょっとこう弱かったのかなというのも、見て取れるのかなというふうにも思いました。ちょっと試験的なことでですね、単純に横に並べただけでどういうふうに、検証すればもっと面白くなるかなというのも試行錯誤でちょっとやってみたんですけれども、もっとこういうところ、突っ込んだところを見てもらえれば、面白くなるよとか、そういうのがあれば、コメント欄の方にも書き込みしていただけると嬉しいです。参考にしたいと思います。はい、今回はですね2024年と2014年比較してみたみたいな感じでですねお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。